はい。えー、っとですね。えー、水曜日にね、えー、これ締め切りだったんです。締め切りっていうか、えー、その、原稿と、原稿 PDF でね、送られてきたのと、あー、メールでね。で、あと、添付ファイルで。で、あとはね、こうやって <laughs>、あの、編集部の方からこうやって送られてきたと。あ、ここ、俺の年齢とかが入ってるから、あの、その発売、 のやつ見てもらえればいいんですけど、こういう風にね、はい。えー、当選者、高額当選者インタビューで出ます。えー、今月末に。で、一つね、問題あってね、その、お札私、祈祷とか言ってるじゃないですか。それでお札の方に、拡大したらね、お札の方の写真載せてるんだけど、祈祷した神社の。で、その、それを拡大するとですね、私の本名と、えー、住所がね、 記されたお札があるんですけど、それがね、判明しちゃうんで、そこ、編集部のかに言って、うんぼかし、モザイク入れてくれっていうふうには言ったんで、それが果たして、処理されてるかどうかっていうのが、それ、発売後、見物かなと思います。で、まあ、プレミア公開でね、あのー、今月末、それやるんで、あのー、その雑誌を開きながら、 えー、こここうだったっていうね、えー、どういうやりとりしたっていうね、賞味1時間、えー、インタビューされたんですけど、その裏話とかをしたいと思います。えー、今回はこれ、これで以上です。で、えー、と、ロトセブンの予想、えー、パワースポットを <laughs>、行きまくってて、えー、できてません。おそらく多分間に合わないんじゃないかなと思いますね。私の場合1日、 以上かかっちゃうんで、今から予想するとしたら、なんもできてません。今日もね、えー、雨降ってなければね、木曜日、えー、でも、あの、雨、天候悪かったんで、雨降ってなければね、私多分、あの、行ったと思うんですよね。あの、パワースポット、他に行きたいとこ、いくつかまだまだあるんでね。なのでね、ちょっと、間に合わないかなと思ってます。はい。えー、なので、えー、もしね、買われる方は、もう、 グッドラックです。はい、えー、以上です。